と決闘しろ。予想は外れちまったみてえだな。こりゃいい女になったな、ニコ・ロビン。ちょっと待ちなさい、閣下しなさんな。俺がここに来たのはニコ・ロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。ねえ、やっぱりお前ら今しんどくか。何？うわぁ！ロビンちゃん！うわぁ！大変だ！すぐに解凍しないと！まあ、成り行きってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルフィ、戦うぞ！あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。覚えた。こっちは何度も食らってんだ。初対面の相手に何言ってんの。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け。早く。こいつあの時より強え。わかった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう。逃がさねえよ。待て、俺の仲間には手を出すな。この勝負俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんで殺していくぞ。やれやれ、しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからには、この勝負俺の勝ちでそれまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば野暮は俺だわな。なあ、船長。うん、脈拍は正常だな。とりあえずロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でもロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞ、チョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。分かった、こっちは任せてくれ。ルフィはここだ。全身が完全に凍っちまってる。まずいな、早く溶かさねえと。急いでメリー号に運ぶぞ。おい、メリーはどこに行ったんだ。ウソップは。ルフィも凍ってる。落ち着け、チョッパー。メリーとウソップに何があった。わからないんだ。俺たちが来た時にはもう。あいつは海賊狩り。じゃあこいつら麦わらの一味か。船長はいねえようだが、なかなかの賞金額だぜ。いただいちまおう。てめえらか、うちの狙撃手と船を奪いやがったの。狙撃手？何のことかわからねえが、船は俺たちが有効に使ってやるよ。解体してんな。仲間が凍って大変な時に悠長に構えてる時間はねえ。船と仲間返してもらうぞ。そうか、おめえらが小僧兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。何、どうしたの。いや、何
言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を命を通して守ってきたなんてな。ちきしょう、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した。あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。お前は鳩のやつ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら、アイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、ガレーラの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして、言ってる意味もわからねえな。待てよ、鳩のやつ。お前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。なるほど、ただのチンピラではないよ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ。何してんだ。いらん。ルフィ。行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします。さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。ルフィ、大変だ。ウソップがいない。連れて行かれたんだ。鳩のやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため、図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ、町に残ることを決断するのだ。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。海を越え四方の島エニエスロビーへ。そうだったの。鳩のやつ。よく来た、麦わらのルフィ。ウソップはどこだ。返してもらうぞ。俺を倒せるとでも。ん、このゴムのガトリンだ。ふん、見かけ倒しだな。フランキーの倉庫では分からなかったけど、こいつも強くなってやがるな。強くなって、何の話だ。何でもねえ、今度も負けねえ。お前を倒してみんなで帰る。ぬるい考えだな。
悪は全員ここで死ぬ。忘れたか麦わらのルフィ、カティフラムのアジトでこの姿の俺に一つ気にされたことを。ルフィ、どうしてルフィがこんなに一方的に、まだ力が戻ってないっていうの？そうかもしれねえが、ただあの鳩野郎、間違いなく前よりも強くなってやがる。ルフィ！ここまでのようだな。さてニコロビン、おとなしく捕まるかここで死ぬか選ばせてやる。やめろ、お前の相手は俺だ。選べ、自分の運命を。選ぶ。でもあなたの選択肢の中にはない。私は生きる。あなたたちには決して屈しない。ルフィがいる限り諦めないことにした。あの日司法の塔でね。そこで無様に死にかけている男に全てをかけるか。面白い。その強がりがどこまで続くか見てやろう。その程度か。武士眼パッシュ。チッ、ルフィ、みんな大丈夫か。ウソップ、大丈夫だ、もう問題ね。ずいぶんな威勢だな。そんななりで何ができる。お前を倒せる。なるほど、行動で仲間を鼓舞するか。なかなかのボスの器だな。みんなで帰るぞ。いや、セカンド。バカとは違ってな。だが部下を間違えた。役に立たない部下はただの足かせだ。地獄で食えるがいい。部下じゃねえ、仲間だ。そして強いか弱いかは関係ねえ。あいつらがいてくれるから俺は負けねえんだ。ゴムゴムの違う、バタロン！ジェットガトリング！弱くなってやがれ。みんな頑張れ。もうすぐだ。もうすぐメリーが来る。俺たちの仲間が。おい、本当か。こんなところに誰が来れるってんだ。来るんだよ、絶対に。メリー号が。メリー、お前らの船か。もう海は走れねえんだ。来れるはずがねえ。どういうこと。海兵が引き上げていくわ。様子がおかしい。どういうつもりだ。やっべえ、あいつら橋ごと消すつもりだ。目標、橋の上の海賊ども、砲弾を撃ち込め。
どういうことだ、こりゃ。いたか。今度も俺たちの勝ちだ。ごめんね、メリー。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。分かってる、メリー。お前は今でも俺たちの仲間だ。僕は本当に幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。ああ、見ててくれ、俺たちの冒険を。もう一度お前と旅ができてよかったよ、メリー。時間をもらえるか。おめえらに見せたいものがあんだよ。